次に田口義則議員の質問を許可します。田口議員。一般質問の機会を与えていただきまして誠にありがとうございます。通告に従いまして順次質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに中核市の意向について質問をさせていただきます。私は中核市移行にあたり、そもそも中核市という制度は手段であって目的ではないということを総務委員会でも申し上げましたが、再度質問の冒頭に申し上げておきたいと思います。何をしたいのか、どんな町を目指すのかというのがあって初めて議論すべきものではないかと思います。先に中核市選考という話が先走っておかしな方向に議論が進んでしまっている今ではないかとも思います。まずどんな町を目指すのか、市民サービスの向上はもちろんですし、当面は異常業務が主になるとは思いますけれども、中核市が問われているのは権限の異常よりむしろ市の主体性といいますか、明確な将来ビジョンであります。先日総務委員会で高槻市に視察に行かせていただいた際に、中核市になっても市独自の特色ある施策を打ち出すのはなかなか難しいと質問に対して高槻市の職員が話をされておられました。本当のところそうなんだろうと思います。そういった先行他市の現実を見せられてなお、お金と時間をかけて中核市移行に向かわれるには相当な目的があると思われますので、まずそこを分かりやすく具体的に教えていただきたいと思います。次に8月に起きた大雨水害の対応についてお尋ねをいたします。まず冒頭に被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。私の家も実は床下浸水をしまして、地域の方からもいろいろとこの水害対応についてご意見もいただきました。今日はその中でも看過することができない案件がいくつかございましたので質問をさせていただきます。まず今回の災害は不幸にして夜中に起こった、まだ寝ている人も多い時間帯に起きた災害でした。実際私の近所でも起こしに行って初めて、なんか冷たいと思ったら水で布団が湿ってたんかと気がついた平屋に住むお年寄りの方もおられました。こういった夜中に起きた災害に対して、例えば高価格スモック情報とか、5時ですから児童の皆さんは家に帰りましょうのように小学校からスピーカーで呼びかける、いわゆる防災無線などによる注意喚起などは予算もあまりかかりませんし効果的であると考えますが、市の考えをお聞きをいたしたいと思います。そして次に今回の災害に対する職員の対応についてお尋ねをいたします。水没した私も住んでいますが、走り谷二丁目地域の方が市役所に電話をして助けを求めているにもかかわらず、その地域はそういう地域ですわと言われ、もう税金を払いたくないと言われるほど怒っておられる市民の方がおられました。その地域はそういう地域ですわとはどういうことなのか。その職員の名前はあえてここでは出しませんが、猛省をしていただきたい思います。また同じように税金を納めて市長が住む北のクズハのような町と南の走り谷では大きく違うことも私も住んでみて実感をいたします。私も議員になってこの間、地域の整備等に自治会の協力も得ながら取り組んできましたが、正面切ってその地域はそういう地域ですわと言われれば腹渡りに繰り返る思いであります。この対応についてどうお考えか見解を求めます。次に雨水管汚水管についてお尋ねをいたします。こういった毎回浸水被害に遭う地域は調べてみますと、同じ地域で当たり前ですが浸水被害に遭うことで家の固定資産の価値は下がるわけであります。しかし一方で固定資産税を負けてくれるようなこともありませんし、銀行の担保価値すら逆に評価が下がり始めてしまいます。枚方市に住みたい、住み続けたい町を目指すと市長は掲げられておられます。誰もがここに住みたいと考える町は資産価値のより高い町でもある側面を考えると、災害に強い町を目指すことで結果として最も分かりやすい形で枚方市全体の値打ちを上げることにならないかと思います。そこでまず前回4年前の水害から今日に至るまでどのような雨水対策を南部地域で講じてこられたのかお尋ねをいたします。次にいじめ問題について質問をさせていただきます。今大津市で発生したいじめ事件以降、全国的に深刻さを増しているものの一つにこのいじめ問題があります。そこで枚方市のいじめに対する取り組みについてお伺いをいたします。
教育委員会はいじめ防止のための指導をされていることは承知をいたしておりますが、それが学校現場においてどう実践されているかをどのように把握されておられるのか、まずお聞きをいたします。また悲しいことですが、いじめが発覚した後の対応はどうなっているのかもお聞かせ願います。続きまして、枚方市駅前の再開発について質問をいたします。枚方市駅周辺再生ビビジョンは現在策定に向けた取り組みがなされているところですが、どういう過程を経て作られているのか、またいつできるのかお伺いをいたしたいと思います。次に、宮の坂保育所民営化と待機児童についてお尋ねをいたします。本市では昨年12月に公立保育所民営化計画、いわゆる中期計画を策定し、宮の坂保育所、中宮保育所、北牧の保育所の民営化を進めていくとされています。その中で民営化の時期が最も早い宮の坂保育所については、この8月の厚生委員協議会で報告があり、まもなく運営法人の公募や選考の手続きに入ると聞いています。枚方市ではこの数年、年度当初から待機児童が発生し、残念ながら保育所に入りたくても入れない子どもが発生している状況にあります。そのため中期計画では民営化と合わせて、本市では初めてとなる現施設の建て替えを行い、定員を30人増員することになっています。民営化については今後の本市における財政状況や待機児童の状況を踏まえると必要な取り組みであり、入所中の子どもたちに配慮しながら、できる限り早い時期に定員増を行ってもらえたらと思います。そこでまず宮の坂保育所の民営化に際して、現施設の建て替えに伴い一時的に仮設の園舎に移ることになりますが、この間の保護者説明会ではどのような説明をされてきたのか、またその際保護者からどのような意見があったのかお尋ねをいたします。最後に中学校給食について質問をさせていただきます。大阪府が補助金を出すということや、かつてスポーツ施設のために買った塩漬けの土地の有効利用、また昨今の社会情勢の変化に伴い、悪化に伴い共働きの家庭が増え、朝弁当を作る時間がないということなど、メリット、また選択制にすることによって給食費未納問題を防ぐことができるなど、素晴らしいこと尽くしのように資料を見てて思いますが、その中身、また家庭において非常に分かりにくいという視点から質問をさせていただきます。まずその前に、ランチボックス方式選択制に至った経緯と、そもそもなぜ総合スポーツセンターの多目的運動場広場用地に建設予定が決まったのか、そこに土地が余っているから場当たり的にここにされたのか、お聞かせをいただきたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。奥行政改革部長。1、中核市への移行についてお答えいたします。中核市移行の目的はというご質問でございますが、地方分権改革が推進される中、人口40万人規模の都市として、その責任と役割を踏まえ、都市としての自主性、自立性をさらに高めることで、より魅力的な町を目指していく、このことを目的として中核市への移行に取り組んでいるのでございます。佐藤市民安全部長。8月の大雨水害の対応についてお答えをいたします。まず市民への浸水等の注意喚起についてでございますが、局地的豪雨が頻発する状況の中、事前予測が困難であるなど、さまざまな課題がございますが、防災行政無線の活用や気象情報のメール配信登録の呼びかけなど、注意喚起の方法について検討してまいります。次に、職員の市民応対についてでございますが、災害時にかかわらず、平時から市民の皆様に対しては、丁寧かつ親切に受け答えすることが基本であると考えており、改めて周知徹底をいたします。片岡下水道部長。はい。大雨による災害対応についてのうち、南部地域における雨水対策についてお答えします。南部地域における雨水排水の再下流部は、淀川に隣接した佐田ポンプ場になります。雨天時には、平成20年まではポンプによる強制排水でしたが、平成21年に佐田ポンプ場内に自然化け水路を整備しました。このことにより、今
回の豪雨に対しても水路の水位低減に効果があったことを確認しております。現在は久保川の排水管整備工事を施工中であり、今後も事業認可の計画に基づき着実に整備を進めてまいります。渡辺教育委員会学校教育部長。はい、いじめの問題についてお答えいたします。本私立小中学校では日々の教育活動で子どもたちのそれぞれ良いところを生かして学級集団づくりに取り組むとともに、一人一人の子どもへの多面的な理解を深めることで子どもの自尊感情やコミュニケーション能力の育成に努めています。このことがいじめの未然防止のために最も必要な取り組みであると考えております。併せていじめについては、どの学校でもどの子にも起こりうるという危機意識を持ち、いじめは絶対に許されないという毅然とした姿勢で指導に当たっているところでございます。また児童生徒が悩みを相談できるよう、各学校では本市で配置しております小学校の心の教室相談員、中学校のスクールカウンセラー等を活用をしております。いじめ事案が正規した際には迅速に双方の子どもから事実確認を行います。事実関係の整理ができれば速やかに保護者と連携し、関わった子どもへの指導をするとともに、保護者の協力を得ながら今後の学校生活が双方の子どもにとって安全で楽しく過ごせるよう組織的に取り組みを行います。その際にはいじめを受けている子どもの立場に立ち、いじめを受けた子どもの心のケアを第一に取り組んでおります。また必要に応じて家庭児童相談所や警察等の関係機関とも連携を図りながら解決に向けた取り組みを進めてまいります。小山都市整備部長。はい、枚方市駅前の再開発についてお答えいたします。枚方市駅前に関しまして現在取り組んでおります再整備ビジョンにつきましては、学識経験者等で構成する専門検討委員会や地元事業者等で組織するまちづくり懇談会、また関連する各方面からなど多角的なご意見をいただきながら、枚方市駅周辺の抱える諸課題を総合的に捉えた町の将来像や町づくりの方向性を検討し、先の建設委員協議会におきまして骨子案をお示しをさせていただいたところでございます。本ビジョンにつきましては、今後この骨子案に肉付け等を行い、平成24年度末を目標に策定してまいりたいと考えております。水野子ども青少年部長。はい、5宮野坂保育所民営化と待機児童についてお答えいたします。宮野坂保育所の保護者説明会につきましては、昨年12月公立保育所民営化計画中期計画を策定した後、速やかに保護者説明会を行い、これまで計4回開催してまいりました。その中で現施設の建て替えや仮設園舎での保育につきましては、運営法人に十分な安全対策を講じていただきながら、国の児童福祉施設最低基準を踏まえ適切に施設整備を行うとともに、宮野坂保育所の保育内容等を引き継いでいただくとの説明を行ってまいりました。また保護者からは、仮設園舎における園庭や駐車場の確保、警備員の配置、卒園式は仮設園舎ではなく新園舎で行ってほしいなどの意見を受けております。今後は運営法人の選考審査会の中で、こうした保護者からの意見を踏まえ、運営法人の公募や選考手続きを進めてまいります。大谷教育委員会管理部長。はい、6中学校給食についてお答えいたします。本市におきましては、平成23年7月に中学校給食検討委員会を町内委員会として設置し、本市が目指す温かく栄養バランスの取れた安全で安心なおいしい給食を提供し、より多くの生徒が喜んで食することができる充実した中学校給食の実現に向け、
実施、手法等について検討を進めてまいりました。また、平成24年1月には市民の皆さんのご意見を伺うため、アンケート調査を実施いたしました。このアンケート結果や平成23年2月に実施いたしました児童生徒へのアンケート結果、食育や学校運営などの観点、本市の財政状況、中学校給食、中学生の昼食の視点などを踏まえる中で、手法についての検討を行い、選択制の共同調理場、ランチボックス方式を本市の実施手法として選定したものでございます。その後、共同調理場の施設規模や建設候補地、運営形態などについて検討を進めるとともに、民間調理事業者への移行調査を行い、また PFI 導入の可能性についても検討した結果を、中学校給食の実施手法等に関する方針案として取りまとめたところでございます。次に、共同調理場の建設候補地につきましては、大阪府の補助金を活用する観点から、平成27年度末までに施設整備を完了する必要があり、早期の用地取得が必要となります。このため、新たに民有地等を取得するのではなく、本市または枚方市土地開発公社が所有する土地を対象とし、また合わせて未利用または暫定的な利用となっている土地の活用を図ることとし、元公園墓地用地、総合スポーツセンター多目的運動広場用地、北牧野小学校跡地、元障害児通園施設建設予定地の4箇所につきまして、1、共同調理場施設に必要な土地面積、2、建築基準法上の用途地域等、3、給食配送業務における交通利便性の観点からの比較検討を行った結果、総合スポーツセンターの多目的運動広場用地が最も適当であると判断したものでございます。本用地につきましては、現在、総合スポーツセンターの臨時駐車場として年間70日程度利用されております。共同調理場は本用地の一部を利用するもので、残余の部分につきましては、臨時駐車場としての利用を予定しております。なお、平成22年3月策定の枚方市スポーツ施設整備計画におきまして、他の用地におけるグラウンド整備として、東部スポーツ公園に野球ができるグラウンドを、元枚方西高等学校跡地に野球やラグビーができるグラウンドを確保できる可能性が出てきたことにより、多目的運動広場用地については、駐車場機能を確保するとともに、新たな行政課題についての活用方法の検討を行うことが示されているところでございます。田口議員。それぞれの答弁ありがとうございます。それでは順番に2回目の質問をさせていただきます。まず、中核市の意向についてですけれども、あまりにもちょっと漠然としすぎてきて分かりにくい答弁だったかなと思って個人的には思っています。もっと市民の皆様に分かりやすい市政運営を、これ市全体に言えることですが、よろしくお願いいたしたいと思います。さて、先日配られた中核市移行に向けての資料の中に、中核市の教職員の研修実施権限の話が載っていました。今は給料も教職員の研修も大阪府がやっていますが、中核市になれば給料は大阪府ですが、教職員の研修を枚方市がすることになります。私も党活動の中で先行他市の議員と意見交換をさせていただく機会があるんですが、よく聞くのは、現行で移譲されている権限は不十分であり、さらなる権限移譲を実施すべきだという声を聞きます。要は人事権であります。本気で中核市移行を機に教育改革を推し進める気があるなら、研修実施権限だけでなく人事権も大阪府から移譲してもらうべきだと思います。研修実施権限のみ認められても人事権がなければ成果を得にくいという、こういったことについてどうお考えか見解を求めます。渡辺学校教育部長。はい、お答えいたします。府の教職員人事権の市町村への権限移譲につきましては、平成24年4月から
豊野地区が初めてのケースとしての異常を受け、地区教職員人事協議会を設置し、3市2町による教職員人事事務の共同実施を始めたところでございます。現在、教職員の人事権の異常につきましては、異常される権限は、教職員の採用、異動、および管理職の登用に関する任命権等に限られ、給与決定の権限等は大阪府に残り、異常はされていないのが実情です。また、異常に伴っては、事務量の増大と採用業務等に要する費用が見込まれます。こうした状況を踏まえ、先行した地区の状況を引き続き十分に検証しつつ、枚方市の主体的な教育行政の実施につながるのかどうか見極めていく必要があると考えております。教育委員会としましては、教職員人事権異常については、常に枚方の子どもたちにとってプラスになるかということを基本姿勢とし、国や府の動向も見極めながら対応してまいります。田口議員。ありがとうございます。国の動向を見極めるという話が今ありましたけれども、国は意外と前向きであるということも調べて分かりました。でぜひですね、元大阪府教育庁の竹内市長と、現在我がこの枚方から出ている衆議院議員が文部科学大臣ですから、全国的に見てもこの分野に関しては間違いなく日本最強タッグだと思いますので、実際に人事権を異常した場合にですね、どのような影響があるかをぜひ具体的に検討する方向に動いていただけたらなと、これは要望いたしておきます。さて、もう一点質問させていただきます。これはかねてより危惧し質問いたしておりますが、移行に伴う職員体制の問題です。今の現状ですら各課マンパワーが足りていない状態で、先日ある職員さんは家に帰ったのが朝の4時ということもありましたよという、これは極端な例かもしれませんが聞きました。約2000の業務が異常されてくればどうなるかは容易に想像がつきます。市民サービスの向上のための中核市移行が逆に市民サービスの低下を招くようでは本末転倒であります。必要な最低条件、野球であれば9人揃えるということをまず整えてからでないと試合にならないと思いますが、6人では試合にもなりませんので、その点についてどうお考えなのか再度お尋ねをいたします。奥行政改革部長。はい。中核市に移行いたしますと、大阪府から保健所業務をはじめ多くの事務を引き継ぐこととなります。こうしたことから今後大阪府での処理の状況も踏まえながら、適正な職員配置について、検討精査を進め、必要な職員を確保してまいる予定でございます。田口議員。ありがとうございます。最後に意見といいますか、要望といいますか、提案をさせていただきたいと思います。冒頭に申し上げましたとおり、中核市という制度は手段であって目的ではないと私は考えています。このやり取りではなかなかそれが見えてこなかったので提案させていただきますが、例えばですね、全国の例を見ると、中核市の要件を満たしているのに中核市にならない町もあれば、佐世保市のように要件を満たしていないくせにというと語弊がありますが、ちょっと撤回しますけれども、指定を満たしてないのに指定を目指している町もあるわけでございますので、こういった両方の立場の町を比較して検証してみるのもいいのではないかと思いますので、最後に提案をさせていただきます。次に、8月に起きた大雨水害の職員の対応について質問といいますか、要望をさせていただきます。死者も出ておりますし、被害に遭われた方々もたくさんいるということを受け止めますと、こういう対応にはならないと、普通の人間であればならないと思います。もっと深刻に受け止めて、猛省をしていただきたいと要望いたしておきます。次に、雨水管、汚水管についてお尋ねをいたします。この間も多くの議員から質問が出されましたけれども、この災害というのは本当に深刻な災害でありましたし、私も自治会で相談役をさせていただいているんですけれども、今まで相談されたことは一度もないんですが、この件に関して、知らん人からも町で声かけられたりとか、あとはネットで電話を調べてかけてこられたりとか、そういった方もたくさんの意見というか、お話をお聞きをいたしました。それくらいの事態だということを、私は実感をいたしております。今回の雨もそうですが、浸水する地区は毎回毎回同じ地区で被害が発生しております。
被害を受けた地区では浸水被害がなくなることを望んでおられるわけで、一日も早い対応策を待ち望んでいるわけでございます。私の住んでいる橋谷地区でも毎回浸水被害が発生しており、朝起きると私の家でも玄関で靴が浮かんでおりましたけれども、国道1号線からの排水もうまく処理できていないようですし、こういった毎回浸水するような地区では排水管そのものに問題があるように思われるのですが、今後このような地区の浸水対策をどのように進めていくのかお聞きをいたしたいと思います。片岡下水道部長。はい。本市南部の走り谷地区など早くから住宅開発がされた地区では、道路や下水管が本市に移管されていないところが多々ございます。こういった地域での雨水整備は地権者等の協力も必要であることから、なかなか事業が進まないのが現状です。また道路幅が狭く、その中に地下埋設物が多く埋設されており、物理的に困難な箇所や地域もございます。そういった地域では認可の計画通りの整備が困難な箇所もあるため、どういった整備手法が有効か調査検討してまいります。田口議員。根本的に雨の水をどうコントロールしていくかという具体的な施策を早く打たなければならない問題でもあろうかと思います。例えば公共施設、この辺りであれば伊香スポーツセンターなどの地下にですね、大きな水を一時的に貯留させる施設を作ったり、地理も積もればということになりますが、地道に市民に呼びかけて貯水タンクを設置する努力をしてみたり、もちろん高台に住む市民の方々にもご協力をいただかなければなりませんが、ぜひそういった水害に強い町づくりを具体的に進めていただきたいと思います。先ほどは物理的に困難でありとか計画整備が困難であるということで調査検討ということでありますが、調査検討ということはやらないとことであると某議員からも聞きをしたことがありますので、本当にそうかどうか分かりませんが、ぜひそう言わずに具体的にですね、進めていただきたく最後に要望いたしておきます。次にいじめの問題について2回目の質問といいますか、要望させていただきたいと思います。市民にある種のやってます感を出すためだけといいますか、アリバイ作りのためだけのマニュアルではどうやっても意味がないと思います。こうしている間にもいじめを苦に自殺を選択するかどうか悩んでいる子どももいるかもしれません。ぜひ実効性のある施策になるようしっかりとした指導監督をよろしくお願いいたしたいと思います。続きまして、枚方市駅前再開発事業について2回目の質問をさせていただきます。先ほどの答弁で枚方市駅周辺再整備ビジョンの取り組み状況については分かりましたが、今後このビジョンが策定され、そしてそこで掲げるまちづくりを実現化していくためには具体的な実践的な取り組みが必要であると思っております。少し話はそれますが、私はこの枚方市駅周辺の中でも特に市駅南口から観光庁団地までの区域について、昭和40年代に計画されて作られた現在でも非常に評価の高いまちづくりがなされた例であり、全国から視察に来られるほどであると聞いたことがあります。当時の山村富蔵市長の頭の中には具体的に町の姿、人の動線などが欠けていたんだろうと思います。山村先生に関してはいろいろと話題が多いですが、いろいろ賛否両論好き嫌いはあるかもしれませんけれども、現実にこの分野に関しては高い評価をしてもいいのではないかと思われます。竹内市長も後世の枚方市民から褒められるようなですね、再開発をぜひよろしくお願いしたいと思います。何はともあれ、計画的な街づくりに実効性を持たせるためには市としても一定の準備として種地の確保が必要であると思います。種地を確保すればするほど描ける街の選択肢が広がり、より良いものができると思います。今の枚方市駅が今後も枚方市の玄関口として、これから先持続可能な機能を維持させていくためにも、枚方市周辺のいわゆる種地の確保は最重要であります。枚方市は過去に長崎や枚方店の閉鎖に伴って買収を試みられましたが、購入条件が合わなかったために断念した経過というものがあります。しかしこのような動きはとても重要であると思っています。この枚方市駅周辺には昭和30年に作られた大阪府住宅供給公社枚方団地があり、この土地などは今後の町づくりにとって貴重な用地であるとも思いますが、当該公社用地を単立地とすることも含めて、
再開発のための種地取得について、どのようにお考えかお尋ねをいたします。小山都市整備部長。はい。枚方市駅周辺再整備ビジョンにおきまして、大阪府住宅供給公社枚方団地は、京阪本線と片野線に囲まれました京阪電鉄所有地と一体的に新たな拠点の一つであります。町中交流拠点として位置づけをしております。この拠点につきましては、民間活力の導入といった観点から、町中居住をはじめとする商業等との複合的な土地利用によるにぎわい空間の創出を目指したいと考えております。また、駅前広場等の拡張用地も含め、今後の事業の進捗等に応じ、用地の必要性も検討してまいります。田口議員。ありがとうございます。最後に一点要望いたしたいと思います。町の将来像や町づくりの方向性を示すビジョンについては、この枚方市駅周辺の町づくりに必要なものであることは理解はしておりますが、一方でその後に控える駅前の再開発など実践的なことも踏まえ、できればこのビジョンと並行して町づくりに有効な種地取得にも積極的に取り組んでいただきますよう最後に要望いたしておきます。次に宮の坂保育所の民営化について2回目の質問をさせていただきます。先ほどこれら運営法人の公募選考の手続きに入っていくとの説明がございましたけれども、昨年の12月議会の時に民営化によって保育所に通う子どもへの影響を少なくできるよう民営化で削減した経費を応募法人に対しての支援の充実に活用してもらえるよう要望させていただきました。今回宮の坂保育所の民営化に際して市独自の補助制度を創設するとお聞きをしましたが、その理由を改めて確認の意味を込めてお尋ねをいたしたいと思います。水野子ども青少年部長。はい。宮の坂保育所の民営化につきましては待機児童の解消を図るため30人の定員増を計画しており、本市にとって初めての事例として仮設園舎を設置し施設の増改築を行うことを条件としております。そのため施設整備には多額の費用がかかることから法人の負担軽減を図るため市の単独補助を実施することといたしました。田口議員。ありがとうございます。今市独自の補助制度を創設する理由について改めてご回答いただきました。宮の坂保育所についてはこれまで枚方市が行ってきた民営化とは条件が異なり、運営法人にとっては現施設の解体や仮設の園舎の設置、さらには仮設園舎での保育の運営などかなりハードルが高くなっているように思います。そうした中で公募はしたけれども誰も応募がなかったということでは全く意味がなさないことになります。また多額の施設整備の負担が生じることから保育を運営していく上で影響が生じ、結果的に保育内容に跳ね返ってしまうようでは元も子もない話になってしまいます。今回の補助制度はそうした心配をなくすために必要な措置であると認識をしています。また補助の内容について自分なりにまとめますと、結果的には市が法人負担分の国の補助基準額の4分の1を肩代わりするということになろうかと思います。そこでさらに質問をさせていただきます。今回市独自の補助制度として法人負担の4分の1とされた理由についてお尋ねをいたしたいと思います。水野子ども青少年部長。はい。市独自の補助制度につきましては仮設園舎の整備を条件としているため、その整備費用について法人の負担軽減を考慮したものでございます。こうしたことから現行の私立保育園の施設整備の事例や他市の補助制度の事例を参考に、国の補助基準額のうち法人負担相当分の4分の1を市独自の補助としたところでございます。田口議員。ありがとうございます。それでは次に公立保育所の民営化と待機児童の解消についてお尋ねをいたします。いまだ待機児童の解消が解決されていない中で、9月補正で追加の定員増の取り組みが予算化されています。そうした取り組みの財源を確保するという意味からも、公立保育所の民営化の推進は必要であると考えています。現在、待機児童が生じている中で、宮の坂保育所の民営化の次の民営化として、公立保育所民営化計画に、中期計画に位置づけられている中宮保育所、そして北牧の保育所の民営化につきましても、確実に実現していってほしいと考えております。そこで、これら中宮保育所と北牧の保育所の民営化の進捗状況について、どのようになっているのか、お尋ねをいたしたいと思います。
水野子ども青少年部長。はい。中宮保育所および北牧野保育所の民営化につきましては、昨年度に保護者説明会を実施し、現在両施設の建て替えに伴う仮設園舎用地の検討を行っているところでございます。今後12月をめどに仮設園舎用地の調整を行い、実施方針を定めていく予定をしております。田口議員。ありがとうございます。これからもスムーズな民営化ができるように進捗を見ておりますので、ご努力の方さらによろしくお願いいたしたいと思います。それでは最後に中学校給食について2回目の質問をさせていただきます。この問題については多くの議員がこれまでも質問が出ておりますが、これだけ質問が出るということはそれだけ分かりにくいということかなと思っています。私もこう見えて PTA の会長をしておりまして、この中学校給食に関してはよく話題にも出てきますし、皆さん期待はしているんだろうと思いますが、そんな中で最大の謎といいますか、突っ込みどころが喫食率の 50% という数字でございます。今後維持管理していく上でのランニングコストを考えると、いくら府が補助金出したからとはいえ、食べる子どもの率が 10% 程度ぐらいでは、建設費などの費用対効果を考えますと、わざわざ墓物を建ててまでと思うわけでございます。 50% を目論んでおられますが、少し前の大阪市もそうでしたが、13% 程度ぐらいだったかと思いますが、何を根拠に 50% になったのか、箱物を作りたいから 50% にされたのか、お尋ねをいたしたいと思います。さて少しそれますが、はい、いいですか、すいません、はい、さて少しそれますが、この続きで関連して次に1点要望させていただきます。まあ、先ほども申し上げましたが、土地の選定の件ですが、私もいろいろと調べさせていただきまして、なぜここなのかと、裏に工場もあって大きな道も交差して、空気もあまり良くないような感じもしますし、あえてなぜここなのか、あまり誰も追及されておりませんので、おかしいなと、私だけはおかしいのかなと思いまして、いろいろと調べてみますと、まあいろいろといろんな人に聞いてみて、まあ、枚方市の塩漬け土地の問題について最も詳しいと私が勝手に思っている、まあ、かつて自民党におられた千葉議員にですね、今回お聞きをしまして、そうしますと、もう私は勝手に思っているだけなんで、ご容赦いただきたいと思いますが、まあ、この土地はもともとスポーツ関連の目的で何年も前に購入されたものだぜとおっしゃっておられました。こういうですね、目的や計画性のない結果、塩漬けの土地がたくさん生まれることが今後も続くようではダメだとそもそも思っています。将来ビジョンもへったくれもない、また継続性もない行政運営に対して不信感しか湧いてこないわけでありまして、我々市民の血税が投入されているんだという市民の側に立ったお金の使い方をしていただきますよう強く要望いたしておきます。それで、まあ、前後になりましたが、何を根拠に 50% になったのか教えていただきたいと思います。大谷管理部長。はい。喫食率の 50% につきましては、本市と同様の手法による給食を提供している佐賀市の喫食率が当初の 25% から徐々に向上し 40% を超える状況となっていること、また類似の手法である選択制の単独調理場方式により、温かい給食を提供している富田林市の全校平均の喫食率が最大 38% となっていることを参考として設定したものでございます。田口議員。ありがとうございます。まあ、あまり説得力のない答弁というかに感じたんですが、まあ、維持でも 50% に近づくようにいろいろと美味しさを追求するなりの努力はされるんだろうと思いますけれども、まあ、何はともあれ小学校の共同調理場や単独調理場は老朽化が進み、建て替えなどによる施設設備の更新も必要な状況であると伺っております。まあ、このような状況を踏まえ、一保護者として安心安全でおいしい小学校給食の提供についてもこれから先しっかりと検討していただきたく思っております。また先ほど申し上げました通り、先日の新聞報道では、大阪市の中学校給食の喫食率が当初の見込みを大きく下回り 13% 程度であったと示されましたが、本市においても選択制で実施する限りはこのようなリスクも想定する必要があるのではないでしょうか。まあ、そこで提案なんですが、仮に中学校給食の喫食率が見込み通り伸びなかった場合には、共同調理場における余剰の調理食数について小学校給食に転用するといったことも想定する必要があるかと思います。そういった対応も戦略的に視野に入れることによって、
過剰な設備投資対策にもつながることから、効果的な、効率的な学校給食の運営が図られるかなとも思います。何はともあれ、今後検討して、みんなで一例を出し合ってですね、最終的に子どもたちにとって何が一番いい方法で、どういうことを主眼においてスタートすればいいのかと、みんなで考えていい答えが出るように、最後に要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。これにて、田口義則議員の質問を終結します。